こんにちは、明治の猪俣です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はホビーショーで重機さんのブースの中で開催されましたワークショップの作品の紹介をしたいと思います。初心者様にも分かりやすいようにゆっくり紹介していきますので、よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。それでは材料の紹介です。こちらが本体になります。前の布と後ろの布1枚ずつになります。縦は30センチ、横の長さは35センチになります。こちらは内布になります。2枚用意します。横の長さは35センチ、縦の長さは33センチになります。こうして表布と重ねるとここが3センチほど大きくなっています。こちらがフラップのパーツになります。縦の長さが30センチ、横の長さが12センチになります。ボタンは18ミリのものを1つ準備してください。こちらはサイズの方はお好みで大丈夫です。持ち手は2本準備します。長さは33センチ、持ち手の幅は1センチほどになります。歯切れも2枚準備してください。だいたい横8センチ、縦が 1.5 から2センチのものですね。こちら2枚組み合わせて使っていきます。1つはちょっとこういう風にふさふさした耳のあるものを使うといいかなと思います。こういう風にしてタグを合わせていきます。それでは合い印を入れていきます。中央の合い印とこちらの外布には持ち手の合い印を入れておきます。2つ折りにして、この輪ができたところを横2ミリ、縦3ミリで斜めにハサミを入れます。こんな感じで V ができてきます。こちらを全てのパーツに入れておきます。続いて持ち手の合い印を入れます。2枚をこのようにして重ねてください。中央から5センチずつのところに印をつけます。印がついたら合い印を切ります。だいたい5ミリぐらいの深さで切ります。それではフラップを作っていきます。フラップは2つ折りにして両サイドを1センチで縫います。こんな風にマスキングテープを貼っておくといいですよ。1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートします。フラップが縫い終えたら端から3センチ、縫い目から2センチのところに印をつけて線を引きます。ここの長さとこの長さが2センチずつになるようにします。だいたい5ミリほど残して切ります。そしたらここの角の部分も切っておきます。こんな感じになります。そしたらコロコロオープナーで折り目をつけます。縫い代をしっかり倒してから表にします。あとは目打ちなどでしっかり整えてください。そしたらここの際を縫います。そしたら最後のここの空いた部分も縫っておきます。
幅はだいたい端から14センチから15センチぐらいで、縦は10センチぐらいを目安にしていきます。待ち針で留めておきます。これで動かない状態になってます。これを避けながら縫っていきます。タグから見えなくなる部分ですね、から縫っていきます。これだと最初にこのグレーの部分を隠したいので、グレーの部分から縫っていくことになります。この後はこのグリーンの生地で隠れてしまうので、そのまま繰り返して U ターンをしていきます。ちょっとずらして縫うとステッチのようになってきます。そうしたら続いてグリーンの部分を縫っていきます。こんな風にあえてこうずらすことでワンポイントになります。そしたら最後にタグが曲がってしまわないように、この布と平行になるようにしてまっすぐ整えて縫っていきます。でちょっと縦のステッチを入れておきます。こんな風にしてついたところです。そうしたら持ち手とフラップを仮止めします。持ち手は合印の外側につけましょう。こちらはフラップをつけます。フラップは表面と裏面と気をつけて、ちょうどここがぴったり収まるような感じになります。5ミリで縫っていきます。それでは、持ち手が仮止めできたところです。仮止めなんですけれども、しっかりと、返し縫いをして留めておきます。そしたら内布をそれぞれ重ねていきます。最初につけた中央の合印を本体の中央の合印に重ねていきます。中央両脇の順に留めて、間を留めていくと縫いずれが起きにくくなります。一緒につけた中央の合印同士を重ねます。そうしたらここの部分を1センチで縫っていきます。はい、縫い終えたら持ち手をこう起こしてあげると縫い代がこちら側に倒れていきます。ここでしっかりと縫い代を倒しておきましょう。そうしたらパタンと2つ折りにして重ねてください。で、待ち針で留めます。で、このような感じで留まったら、今度ここの部分を縫っていくので、待ち針でまた少し留めておきます。このようにして待ち針を留め直して、際の部分を 1.5 ミリで縫います。
裏はこのような感じになっていて2枚重ねた状態で縫っていくようになります。下はしっかりと、ずれないように留めておいてください。今回は段押さえを使っています。持ち手のところをしっかりと指で押さえて縫っていきましょう。はい、それでは縫い終えたところです。そうしたら今度は外表にして重ねていきます。外表っていうのは表面が外側になるようにして重ねることを言います。表目を見た状態で脇を揃えていきます。袋縫いの方法で紹介していきたいと思います。ここ4枚重なるのでしっかりとずれないように留めておきましょう。で、反対側も同じようにここの口側から縫っていきますので、待ち針の留める時も面を変えて留めていきましょう。ちょうどここの際のところでこんな風にして際の部分で留めておくとずれにくくなります。はい、そうしたら両脇を5ミリで縫います。そうしたらこうはみ出た部分をですね、少し切り揃えておいてください。袋閉じにした時にこの糸が出てしまうので、ここはしっかり切っておくといいですよ。では底の合い印を入れていきます。端から6センチになります。布の端から6センチのところに印をつけてください。5ミリの深さで切り込みを入れます。そうしたら裏にします。裏にしたら、ここの赤い目のところがしっかり分かれるようにコロコロ折ってしっかり折り目をつけておきましょう。で、さっきの糸をしっかり切ってないとこういう風にはみ出た糸が出てきます。それではこのようにして包んで待ち針で留めてください。はい、そうしたら端から7ミリのところを縫います。それではこんな感じで縫い終えたところです。そうしたらまた表に返します。表にしたら先ほどつけた合い印のところで畳みます。ちょうどこの合い印のところをつまんでみてください。つまんだら反対側の方もつまんで、こんな感じで蛇腹に畳みます。部分は少し厚くなるのでクリップとか使ってもいいかなと思います。この部分がずれやすいのでしっかりと待ち針で留めておきましょう。全部同じようにします。合い印でつまんで脇を内側に入れたら、またもう一つですね、この部分を取ります。で、中央のところも合わせておきます。そしたら、先ほどと同じようにここを5ミリで縫っていきます。はい、そしたらここの部分はしっかりと返し縫いをしておきます。それではこんなように5ミリ縫い終えたところです。この部分がちょっと厚みがあるので少しだけ切り落としておきましょう。ミシン目切らないように気をつけてください。そしたら裏にしておきます。裏にしたらこのフラップがついていない方を
表にしてこのまちを畳んでいきます。フラップがついている方はこのような状態で、フラップがついてない側がこう畳まれた状態になっていきます。目打ちはミシン目とミシン目の間に中に間にこの先っぽを入れて押し出すようにするといいですよ、こうやって。はい、そうしたら最後、縫い代のところを包むのにしっかりと、底になりますので1センチで縫います。1センチ先に針を下ろして押さえを下げてください。で、返し縫いからスタートします。で、どうしてもここの部分は浮いてきてしまうのでちょっと目打ちでしっかり押さえてみましょう。で、ここの部分も返し縫いします。目打ちは指先の代わりになるのでこの使い方を覚えておくといいですよ。はい、このように縫い終えたところです。では表に返します。このような感じで畳み待ちで仕上がっていくようになります。では仕上げにボタンをこのようにつけていくので、印をつけていきます。ボタンの付け位置は自由に決めてみてくださいね。一応目安として今回紹介したいなと思います。でこうちょっと置いてみて、でこの穴のところでちょっと印をつけてあげる。大体この端の上からここだから 5.5 センチぐらいのところになります。ボタンのつける位置が決まったらマスキングテープで仮止めします、はい、で今回は家庭用ミシンで縫う方法を紹介していきます。最初にこの穴の位置にしっかり収まるかを手で回して確認してから、何回かですね、そしたら最後に玉留めをします。はい、いかがだったでしょうか。仕上げにミシンでボタンもつけました。裏側も結構ね、綺麗に下糸のところ綺麗になってますので、ぜひですねミシンの方、家庭用ミシンお持ちの方はお試しください。ではこのようにフラップをつけて完成になります。マチもあるので、まあ、ある程度なんかちょっと物入れたりとかして持ち歩くのにも便利なサイズ感かなって思っております。で、皆様の歯切れが役立つ作品になってますので、ぜひ皆様の大切な歯切れを、こちらのトートバッグの方にね、ちょっとさりげなく入れてみるなどして楽しんでみてください。返し口がないので仕上げやすいかなと思います。はい、じゃあ仕上がりサイズの紹介です。縦の長さが30センチ、横の長さは22センチ。このまちは8センチぐらいになります。ぜひコニットの生地で作っていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。